カズタケだ。ちと話したいことがあるんだが、入ってもいいか。入れ。突然姿を消したかと思えば、こんな夜遅くに戻ってきたか。一体何の話があるというのだ。話すと長くなるんだが、鬼の里でちょっとした騒ぎが起きてな。事態の究明に駆り出されることになった。だからしばらくの間、鬼の里の事情の方を優先させてもらいたいんだが、いいか。構わん。そもそも今回の護衛の話は私が依頼したわけではないからな。秀家殿の顔を立てるため承諾しただけのこと。護衛ならば我が家臣で十分だ。その秀家殿も今はこちらの様子など気にかけている暇はないだろうからな。気にかけてる暇はない？なぜだ？今大阪で起こっている騒ぎを知らぬのか？なあ、何か軍勢が集まってるらしいって聞いたが。秀家殿のご実家、浮田家の家臣が軍勢を率いて大阪まで登ってきたのだ。あの方はご幼少の身切り、太閤殿下の養子になられたこともあり、ご実家よりも宝家との結びつきの方が強くてな。秀頼様がお生まれになって浮田家に戻ることになったのだが、家臣団との折り合いがなかなかつかず苦労してらっしゃるらしい。よくあるお家騒動というものだな。あんたは手を貸さなくていいのか？軍勢を率いてるってことはかなり深刻な騒ぎになってるんだろ？手助けをする義理などない。そもそも隠居している私が手を出せばまた面倒な騒ぎが起こるだけだ。いつまでそこにいるつもりだ。話が済んだのなら出て行け。なあ、それじゃあ失礼する。
あれ、ずいぶん早いんだな。もしかしてずっと起きてたのか。そっか、悪いな、不安がらせちまって。それでみんなには黙っててくれたのか。話しちまったか。まあしょうがないか。なあ、分かってる。お前を巻き込むのは今回限りだ。悪かったな、不安な思いをさせちまって。